れてきた旋律を彼は馴染みあるものとさえ感じていた。Ah!
神殿を出ると彼はモルペースの軍に襲撃された。そしてまたあの旋律が流れてきた。だが今回は違った。彼はこの旋律が娘カリオペの奏でるものと気づいたのだ。カリオペか。どこだ、どこにいる、カリオペ。戦場を解き放ったことによって彼の身は馬たちに委ねられた。その行き先すら彼には分からなかった。Thank you.
馬車はモルフェウスの領域から逃れ冥界へと駆け降りていった。だがそのまま駆け進むことはできなかった。そこでは光の世界に属する者の存在は許されないのだ。クレイトスは人が決して足を踏み入れない場所、冥界に立っていた。ここは死者の魂が定められた道をたどる世界。これが始まりに過ぎないことを彼は知っていた。